山口敏太郎事務所の、所属のライターの H でございます。今回は私の、ちょっと不思議な体験をちょっとお話ししたいと思います。基本僕山口敏太郎事務所に勤めてるんですけど、オカルトに対してはそんなに、信じていないというか、基本的に否定的な、考え方を持っている人間ではあるんですけど、この前ですね、ちょっと不思議な夢を見たんですよ。夢の中でですね、僕の声がモンティーパイソンとかで、おなじみの広川太一郎さんの声になってしまったんですよ。キラーンとか、してなかちゃだしてーみたいな、ああいうなんかイントネーションというか、話す言葉は全部広川太一郎節なんですよ。で、これなんで僕急に広川太一郎さんの夢を見たのかちょっと分かんなかったんですけど、その翌日にですね、インターネットニュースを見ていたら、男はつらいよの第一作の三本幸子さんがお亡くなりになったっていうニュースを、見てしまったんですよ。で、実はですね、広川太一郎さんはその男はつらいよの第一作、三本幸子さんが出ていた第一作の方に実は出演してまして、さくらさんがひろしと結婚する前のお見合い相手役だったんですよ。で、ちょっと遠いんですけど、それだったのかなっていう、その余地も見ちゃったのかなっていうお話なんですよ。